カラヨキは、フィンランドの町、また、同盟の川。北ポフヤンマー県北部に位置し、ボスニア湾に面している。イリビエスカ郡に属する。面積は2391.31キロ平方メートル。そのうち、水域面積は1469.15平平方メートル。人口は12564人。公式言語はフィンランド語のみである。 からよきに関する最初の言及が見られるのは16世紀の始まりであり、1525年に他の教区と同一の状態を経て、1545年には単一の教区となった。この状態は1860年代前半の教区組織形態の廃止の際に終わった。からよきは重要な市場であり、県にタールの取引を統制されていた。19世紀に入り、 タールの利益が減少するとともに地域における唐きの重要性は薄れていった。タールの取引は林業を派生させ、唐きは長い間林業の町となり、今も町には創業されている製材所がある。また長い間唐きは農業の都市でもあり、色い々ろいろな野菜や小麦を生産している。さらに多くの農場が創業されており、春先から夏にかけて、 農協や商人によって一週間に一度市場が開かれている。1973年に、ラウチオを合併、2010年1月1日には、ヒマンカを合併した。合併前の面積は670.65、軽平方メートル。そのうち、水域面積は5.62キロ平方メートル。人口は9278人。 カラヨキは1865年に検証化され、2002年には都市法が施行された。多くのフィンランドの都市と同じように、カラヨキにもいくつかの地区が含まれている。構成する地区は13。4年ごとにカラヨキの有権者は、定員は35名の市議会議員を選挙する。月ごとに議会が開かれている。その際、議会は9人の運営審議会を選出し、 死の経済を動かすためにより頻繁に開かれる。2004年時点での最大派閥は中央島。から行きは 8km にもなる広大な砂浜が広がっていることがよく知られている。フィンランズアリエルコモアンビス1.12011統計表ナンバー208ありがとうございます。